どうも、ハルです。ということでですね、今回はちょっと、とある企画をやっていこうと思うんですけど、まずですね、ちょっとご報告がありまして、マイクを、買い替えました。今までは3000いくらのやつを使ってたんですけど、あのね、そっからね、オーディオインターフェース込み込みで、もう3万いくらぐらいの結構いいやつに変えたんでね、多分だいぶ音質、良くなってると思います。まあね、その第2回ガチャガチャモブバトルの時から使ってたんですけど、まあなんか報告するタイミングがあまりなんかつかめなかったので、まあここで、まあ報告したいと思います。まあ、視聴者にとってはどうでもいいことなんでね、まあ、そんな別に報告、そんな急がなくてもいいかということで、今回になってしまいましたが、まあこれから音質良くなるよということで、よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。今回、使用するモッドはですね、腐食モッド、ちょっと前まで流行ってたやつなんか俺、ちょっと前まで流行ってたやつをなんかやるブームが今俺の中で来てるんだけど、まあ俺が、まあ俺の代表作といっても過言ではない、まあ途中でマンネリ化して打ち切っちゃったんだけど、津波モッドの津波バケツが入ってる、アポカリプティックバケツみたいな、そういう名前のモッドがあるんだけど、その中のなんだっけな、腐食はどれだっけ、なんかその中の一つの中に、まあ、腐食のバケツが入ってるということで、まあなんか災害モッドとかも、まあ言われてたり、まあするモッドですね。で、今回やっていくのはですね、それに、腐食モッド使っていくんですけど、それに、ちょっと腐食を食い止めたいなと思って、なんとかして、無敵の、何をしても、もう、止まらないみたいな、腐食をなんとか止めたいなということで、俺はちょっと考えたんですよ。腐食モッドって、なんかこう、一箇所からブワーって広がっていくじゃないですか。で、最初は一箇所なんですよ。だから、最初その腐食の部分が小さい状態の時に、その周りの地形ごと全部吹っ飛ばしちゃえば、腐食が止まるんじゃないかって思ったんですね。そう考えた時に、どうやって地形吹っ飛ばそうかって考えた時に、はい、こちらを使います。核爆弾ですね。本当は俺がいつも、核爆弾の使ってるモッド、を使いたかったんですけど、なんか緑色の TNT みたいなやつ。ただあれは、バージョンが 1.6.2 かなんかで、ちょっとバージョンが合わなかったので、今回は、こちらのアドミンウェポンズっていう、モッドの中の、こちら、ニュ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 ニ
まあ、腐食モッドと、アドミンウニョニョニョの、説明をしたいと思います。でまず多分ねこれが腐食のバケツなんだよ。で俺一回その腐食モッドに追われながらサバイバルっていう企画をねやろうとしたのね。うん、結構流行る前からやって収録してたんだけど、ワールドがクラッシュしてボスになりました。そんだけ多分俺の PC があんまりそのマイクラ向きのものではないので、マッキントッシュで、俺マイクラ向いてないものなので、多分ねそんだけ負担かかると思うので、まあ多分出してあんまりちょっと長らくは見れないと思いますが、まあとりあえず一回出してみます。せーのほい。まあこんな感じで、ね、腐食がどんどん広がっていくと、まあこういう感じで、まあ腐食がどんどん広がっていって、どんどん地形が壊されるよと、まあそういう感じになっております。でですね、ちょっとワールド変えよう。もう逐一ワールド変えよう。で、はい、今度はね、こちらの核爆弾の、紹介です。こちらの核爆弾どういうものかっていうと、まあ、まずこれを、なんか重いな、なんか謎に重いな。別のワールドの腐食モッドの影響がまさかここまで、なんて落ちちゃったん。で、まあこれを、まあ普通に右クリで投げるんですよ。で、投げると、ちょっとビューンってなって、意外と時間かかるこれ。俺この間に腐食どんどん進んじゃうんじゃねって俺今ちょっと思った。なって、あれこれもう予想以上に遅い。これ予想以上に遅いんだけど、ちょっと頑張れ。はい、こんな感じで、このようにがっつり地形を持っていくわけです。はい、でこれを使ってもう腐食をその周りの地形ごと全部ぶち抜こうという算段でございます。それではこのワールドのままやっちゃおうかな。大あったね今。それでは、やっていきましょうか。核爆弾が爆発するまでちょっとラグがあるっていうのが分かったので、最初にまず核爆弾投げます。でそれでその後頃合いを見て腐食を、ちょっと腐食のバケツを投げようかなといったところです。もうこれでね、俺今までね動画で腐食モッドの腐食を止めれた動画をまだ見たことはないから、もしこれで止めたら俺もあれよ、ノーベル賞ものよ。ノーベル賞ものよマジで。さあそれではまあ大体このサバンナーの真ん中あたりで
やろうかな。それで皆さん行ってみたいと思います。よろしくお願いします。これ結構あれだな、えぐい形してんな、よく見るとこれえぐい形してんな。よし、じゃあ行こう。まずはダイナマイトをポン。さあ、それでじゃあ5秒待とう。5、4、3、2、1でほい。さあ来た、腐食が始まっていく。さあどうだ。あ、待って、あれこれ核爆弾、核爆弾が消えた。あ、これまだまだ続いてる、続いてる、これ核爆弾続いてる、これね、これ核爆弾これ核爆弾死んだんじゃね、核爆弾ちょ、ま、ちょ、ま、ちょ、待ってちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、お前大丈夫、生きてる、あ、いつまでたってもこれ爆破しねえいつまでたっても爆破しないんだけど、あ、ダメだ、あーあーあーあああああ、なんかダメだ、殺された核爆弾が殺されました、皆さん、なんでこった、もういつまでたっても爆破しねえよこれ、ダメだ。あ、こうやって一段一段どんどん下がっちゃうんだこれ。あ、だから毎回毎回それでリセットされちゃって、もう一生爆破しないとなんて切ないんだ。さあ、ということでね、腐食モッドには誰も勝てないということが、実証されましたので、この辺で動画終わりたいと思いますいや、いつかリベンジする。ちょっとみんなさ、核爆弾とかなんかめちゃくちゃえぐいさ、威力の爆弾のモッドちょっと教えてください。今度それでリベンジします。ということで、この辺でお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。せっかくだから腐食に飲まれよ。私も最近ね、腐食に飲まれたいお年頃なのよ。ふっ、あー、さよなら。